はい、はい、どうも、モソル TV のアマンディヌと玄徳です。皆さんこんばんは。始まりました。今回は4つ皆さんに報告がございます。1つ目なんですけども、まあ、この場を見たらちょっとわかるかと思うんですけども、はい、山形県の実家に帰ってきましょう。はい、で1ヶ月はですね、本当に東京と神奈川のグルメがメインな動画だったんですけど、これから一応山形に帰っておりますので、グルメ旅はもちろんありつつ、本当にもう田舎暮らしの動画も皆さんにお届けしたいなと思っております。毎日の生活の動画や、本当に田舎でしかできない田植えとか山菜採りとか、そういうタイプの私が体験する動画を皆さんにお届けしたいなと思っております。はい、俺がちょっと、まあ、グルメ旅でちょっとアマンディに対してちょっと不安なことがあったんだけど、いい？な、視聴者さんも多分気づいてると思うんだけど、よく最近食べてるわけじゃん、うん、なんか体調の方が心配というか。あー、なんかアマさんがやっぱり最近よく食べますね、体調心配ですよとか結構来てましたね、うん、チャットのプレミア公開のチャットもそうなんですけど、そうそうそう、なんかね、体調に関して本当にもう食べ物のせいかわからない状態なんだけど、あの最初めっちゃ元気だったんですね。でやはりずっともう毎日動画を撮って毎日外食したら、糖質が多分取りすぎて野菜が逆に少なかったし、うん、あとは東京と神奈川を回った時ってなかなか運動ができなかったことで、うん、あの朝あんまり起きれなくなっちゃったんですよ。だから今回まあ実家に帰ってきたから、ちょっと食生活とか見直して、まあ、生活リズムとか直していった方がいいかもしれない、うん、それは今日からやってます、うん、はい、食べ物も栄養のあるものを食べて、運動もちゃんとやってます。ゲーム買ったからね、運動の。そう、スイッチ、ニンテンドースイッチのリングフィットというゲームをうちを買って、それをあの使って運動してる状態で、まあ、2つ目としての報告なんですけども、はい、まあ、5月のこのチャンネルの予定についてお話ししようかなと思います。5月の動画の内容に関してなんですけど、今回はですね、田舎暮らしの動画が面になっておりまして、まあ、本当にフランス人としては日本の田舎暮らしの動画はどうなるかという動画になります。で本当にもう田舎暮らしの場合はフランス人だとどういう反応をするのかとか、あとは本当に田植えとか田舎でしかできない動画をちょっと撮影しようかなと思っております、はい、でそれだけではなく、実はですね、5月29日なんと玄徳の誕生日なんですよ。おめでとうございます。玄徳何歳になるんですか？24です。24です。はい、で実はですね、29日は玄徳の誕生日だけではなく、実はね、29日私たちの付き合ったの記念日なんですよ。はい、一応玄徳から誕生日の日に、付き合ってくださいという恥ずかしい告白がありましたので、恥ずかしいわ。玄徳の誕生日は私たちの記念日になりました、はい、この記念日と誕生日のためなんですけど、まあ本当に別の県に行くかまだ決まってないんですが、別のところでちょっと記念日誕生日系のちょっと小さな動画を撮影しようかなと思っております、はい、で別の県に行く場合はもちろんその県のグルメも食べようと思っておりますが、楽しみにしていただければと思います。どこに行くかまだ決まってないんだけど、うん、今のところはちょっと北海道とかあの東北系に行こうかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしてください。でまだ関東の行ってない場所とかあるじゃん、行きたい場所とかまだすごいあるんだけど、確かに埼玉とか、そうそう、千葉県、茨城とかどこにも行ってなくて、静岡とかもね、そう、関東旅行終わりましたって言っても今神奈川と東京しか回ってないので、本当にこれから関東の他の県もちょっと行ってみて、そこの食べ物も体験したいなと思っております。3つ目なんですけども、まあ、東京と神奈川行ったんですけども、それについての感想になります。アマンディーノは神奈川と東京を回ってみてどうだった？めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。なんかもう本当にもう綺麗すぎて、あと食べ物もいっぱいあって、やることもいっぱいあって楽しかった。そうです。東京で一番思い出に残ってるのは、まあ、桜とか。確かに桜の季節に行ったんだもんね。だから桜がすごい印象的だったな、うん、夢の動物園とか、あと千鳥ヶ淵のところとかも綺麗だった、うん、神奈川はね、本当にもうすごい田舎までは行かないんだけど、もうすごくリラックスできた場所になって、すごく良かったの。鎌倉とか江ノ島のイメージだと、本当に今印象に残ってるのはね、すごい南の島に行った感じがする。東京に近いとしてもすごい雰囲気が別々になってて、本当にもう海外に行った気分になっちゃった。で東京は逆に本当にもうお店がめっちゃ多いし、本当に国際化になっている街だと感じて、すごく外国人としてはめっちゃ住みやすかったと思う。最近さ、よくグルメの動画とかがよく多いわけで、うん、なんかアマンディーヌの食レポが俺想像以上にうますぎて、なんかもうフランス人っていうのを俺忘れちゃってきてるの。
それない？私もなるでしょ。自分もなんか私フランス人なんだっけ。そうそうそう、多分視聴者さんもそれ気づいてると思う。外国人の反応を見に来てるつもりなのに、なんかもう完璧すぎてなんか日本人じゃないのかなみたいな、うん、あーなんか日本生まれのフランス人とかハーフとかそういうイメージになりますよね。多分なんか動画見たらあれ日本人の反応じゃないのみたいな。確かに、わかるわかる。なんか確かに外国人の反応動画を見るとって英語かなんか自分の外国語、まあ自分の国語も出てくるんですよね、日本語だけじゃなくて、まあ、あとは癖があったりね、癖があったりね、うん、私は本当にもう確かにあれってなっちゃうかもしれないですよね、うん、それね気になるよね。ちょっとそう、皆さんは私たちの動画を見ると逆にどう思ってるんですか。皆さんの総合的な意見もコメントで教えていただければと思います。はい、で4つ目の報告なんですけど、皆さんが気づいたかもしれないんですが、私たちは先月15万人の登録者を達成しました。いやそれは本当にもう皆さんにありがたい気持ちいっぱいで、いつも私たちのチャンネルを支えてくださって本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげですね、それは。そうね、本当にもう日本に来てもずっと私たちのチャンネルに興味を持ち続けててすごく嬉しいです。多分みんなはね、外国人ってやっぱ日本はまだ少ないわけじゃん、うん、少しでも日本を好きでいてくれる外国人を大切にしようとか見守ってあげようっていう気持ちがあるんじゃないかなって思う、うん、不安じゃん、やっぱり外国人少ないじゃん、うん、もう周り見ても全然外国人の方っていないから、まあ東京以外はみんな見守りたいっていうことで、まあ、どんな生活してるんだろうなとか、そういうのも多分なってくるんだと思う。皆さん興味あるんですか、どういう生活をしているのか。まあこれは俺の意見だけど、最近たくさんのコメントもいただいて、たくさんの応援もありますので、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで次の目標は何？20万人です。おー、まあ、20万人っていうのももう一つなんですけども、もっと愛されるようなチャンネルになりたい、目指したい。チャンネルの目標としては、もうもっとフランスと日本の架け橋になるチャンネルと、あの結構コメントできてて、それも最初気づいてなかったんですけど、外国人の動画を見るとあの日本のことをもうちょっと気づくというコメントもあったんですよね。やはり皆さんに対しては日本が当たり前なところになってるんですけど、外国人から見るとすごい日本はこういうところなんだったって、でそういう動画も作るのも楽しいなと思ってて、うん、それもちょっとこれからもここをかけようかなと思っております、はいはい、でそれに皆さんに一個質問があるんですけど、日本語だけだとどうですか？なんでこれからなんですけど、たまにあの全部のフランス語の動画を見たいとか、そういう意見あればぜひ教えていただければと思います、うん、例えば今日は日本語で話するんじゃなくてフランス語で食レポをしますとかで、字幕、日本語の字幕をつけて あとフランス語の字幕もつければ、それもちょっとつけてみてちょっと知りたいなと思って。最後にアマンディーヌから個人的な目標があるみたいなんですけど。はい、何ですか？まあ目標っていうより皆さんにも、まあ、目標と相談があるんですが、で結構今日本に帰って気づいたんですけど、すごいフランスにいた時って日本語の力がめっちゃ下がっちゃったと思います。どこを下がったというと、まあ、まず文法なんですけど、文法ってたまに間違ってしまうところがあって、それがちょっと気になる、うん、やっぱり文法を間違ってしまうと皆さんにもちょっと理解しづらいなところがあるかなと思って、そのために何をするかというと、一応第一ステップになるんですけど、この日本語の語彙の本をちょっと買いました、私の語彙力を上げようと思っているんですけど、いつも同じ言葉じゃなくてちょっともうちょっと皆さんに分かりやすい言葉で伝えたいなと思っております。はい、で一応皆さんに相談したいことがあるんですけど、やはり教科書だけだと物足りないと思っておりますので、もうちょっと語彙力と文法のやり方を、まあ、本当に楽しく学べる方法が皆さんのおすすめがあれば、ぜひコメントで教えていただければと思います、はい、では皆さんと一緒に頑張りたいと思いますので、最後までこの動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画へお会いしましょう。バイバイ。